皆さんこんにちは。日本の元皇族としての眞子さん、眞子三米国で孤立無援になった現在の姿、アメリカで購入した宅の価格で現在の職業について紹介します。まずは眞子さんの経歴とプロフィールから紹介します。小室眞子さんは日本の元皇族で1991年10月23日に生まれました。秋篠宮ご夫妻の長女で上皇ご夫妻の甥孫です。学習院初等科、女子中高等科を経て国際キリスト教大 ICU を卒業後、 A レスター大学院に1年間留学し、博物館学の修士号を取得しました。アメリカ合衆国ニューヨーク州の弁護士小室圭さんの妻です。勲章は法官大受章を受けています。なお、眞子の眞の字は本来は人名漢字の眞の目の部分の重線を下に伸ばし、下の王線とつなげた字であるが、便宜上人名漢字の眞と表記されます。皇籍離脱前の御位は内親王で、皇室典範における継承は殿下です。旧名は眞内親王、眞内親王、御印は紀行茨、木工茨でした。秋篠宮文仁親王と同妃典子の第一女子、第一子で、金城天皇は叔父に黒田清子、典宮清子内親王は叔母にあたります。妹には加古内親王、弟には悠仁親王がいます。皇族時代の住居は東京都港区元赤坂の赤坂御用地内にある秋篠宮邸でした。改修工事に伴い2019年平成31年2月から結婚するまで御家宮所に両親及び妹邸と仮住まいしていました。秋篠宮家の長女眞子さまの夫である小室圭さんの話題がニュースで頻繁に取り上げられてますね。内容は最近米ニューヨーク州の司法試験で3回目で合格したというものです。今回の合格によって SNS ではよくやりましたね、おめでとうございますなど多くの方が評価されていました。2回目不合格の時には夫婦仲が揺らぐと懸念されていた声もあり、別居や離婚などという噂まで流れました。小室さんと眞子さんはアメリカにて夫婦生活を送っています。約半年ほど経ったようです。噂話や憶測も出てきているみたいです。答えを言うと情報なしでした。この情報は2022年のものです。別居説が出たのにはちゃんと理由がありました。ネット上の話は本当かどうかは分かりませんが、2022年のお話で不仲説があったようです。不仲とのことなので仲が良くなかったのでしょうか。不仲説に関して2つの理由があります。小室さんがストレスを持っているのではないか、小室さんが2日間同じ格好だったからなどです。特に新婚した時は幸せ度がアップします。小室さんの表情を見る限りだと幸せとは言えなさそうに見えます。試験の関係でいろいろ不安を抱えているのかもしれませんね。他にも格好が同じ日が続いたため別居と関連付けたのでしょう。週刊誌に取られる可能性もあったと思います。なので身だしなみには気をつけないといけないです。2021年に小室さんは眞子さんと結婚しました。その後アメリカにて新たな生活が始まりました。2人はどういうお家に住んでいるのか、噂ではヘルズキッチンと言われるタワマンだったそうです。でも違うことが分かりました。事実と言えるのは条に記載したワンルーム、新婚生活においてためになるお話なので、ぜひ参考に。ワンルームでの生活は眞子さんにとって限界が来たのではとも言われているそうです。最近は特に物価の関係もあり厳しくなってきています。毎月の家賃は50万円ほどなので貯金に頼るしかないようです。厳しくなってきているみたいですね。ビザ関係の問題が出てきていて結婚生活に支障をきたしています。ネット上では離婚の話も出てきている状況です。簡単に述べると今現在では離婚の可能性はないと言えます。小室夫妻は昨週2年ほど暮らしていたニューヨーク州のマンションから引っ越しています。しかし肝心の移住先をマスコミはつかめておらず、小室夫妻が行方不明になったとネット上で話題となりました。圭さんが昨年6月から国際貿易と国家安全保障を担う部署に異動になったことから、すでにニューヨークを出てワシントンに引っ越したという見方もありました。しかし1日公開の現代ビジネスでは
1月末に日本貿易振興機構 JETRO のニューヨーク事務所が公表した日本語の通じる法律事務所リストの最新版に、所属事務所の窓口役として小室さんの名前が掲載されており、まだニューヨークにいる可能性が高いと報じられています。ニューヨークにしろワシントンにしろ、現地の日本総領事ならさすがに小室夫妻の居場所を把握していることでしょう。ただ心配なのは、眞子さんが関係を断絶しているご両親は果たして引っ越し先を把握されているのかということです。今でも秋篠宮ご夫妻は眞子さんと直接連絡を取られていないという、21年11月に渡米してから眞子さんはご両親はおろか本当に心を許しているご友人としか連絡を取っていないと聞いています。3年9ヶ月にわたる婚約延期中、眞子さんは秋篠宮邸の自室でパソコンを開き、いわゆるオンライン飲み会を行っていたそうで、その会に参加したメンバーには唯一心を許しているとのことです。それ以外の人たち、例えばアメリカ現地で出会った日本人に対しても警戒は解かず、迂闊に仲良くすることはないみたいですね。結婚して海外に移住しても定期的にパパラッチに狙われる現状に辟易しているのだと思います。ご両親に対しても自分たちの近況を伝えたら日本の記者クラブなどに話が流れてしまうと考えているのでは。秋篠宮ご夫妻ですら眞子さんの近況を把握できていない一方で、佳代さんは眞子さんの現状をしっかり把握している可能性が高いです。2023年夏ニューヨークで暮らす小室圭さんと眞子さん夫妻に変化がありました。8月下旬、小室さんに新たな仕事が任されたことが明らかになりました。所属する法律事務所ローエンスタイン・サンドラ以下 LS のホームページによると、エマーギング・カンパニーズ・ベンチャー・キャピタル新興企業とベンチャー・キャピタル、ベンチャー・キャピタル・インベストメンツ、ベンチャー・キャピタル投資という分野だそうです。小室さんが新たな業務で多忙を極める一方で、眞子さんは特定の職に就くことはないようです。唯一ライフワークといえるのが美術館巡りです。ニューヨーク近代美術館に一人で3時間近く滞在したり、自宅から車で10分ほどのギャラリーに小室さんと足を運んで日本人アーティストによる企画展を鑑賞したりと、アート3枚の日々を送っています。美術関係者と積極的に会話をしていることからも美術分野に関する興味関心がうかがえます。眞子さんと最も関わりの深い美術館がメトロポリタン美術館メットだそうです。2022年2月には展示された日本画の作品への解説文章を寄せており、表立った活動ではないがメットの展示もたびたび手伝っているとされます。彼女の後ろ盾となっているのがメットで日本美術のキュレーターを務めるジョン・カーペンター氏です。歴代天皇の書道を研究するなど日本美術に造詣が深く、皇室との縁も深い人物で、眞子さんが書いた解説文書には本案者として関わっていたそうです。そのジョン氏が2023年夏何度か日本を訪れているとのことです。今後のメットでの日本美術に関する展示企画のため日本に出向いて調査や準備をしているのかもしれませんね。新たな展示が始まれば眞子さんの活動する機会も増えるでしょう。皇室のコネクションを最大限に活用し、小室さん夫婦の生活に死角はないようです。小室圭さんと眞子さんをめぐっては引っ越し問題が注目されています。これまでニューヨークのヘルズキッチンの高層アパートの一室で生活してきた2人ですが、引っ越し先候補としてニューヨーク郊外の2億円の白亜の豪邸の可能性が高いことを女性セブンが報じました。現在生活するアパートは1ベッドルームで家賃は50万円ほど、一方で報じられた豪邸は3ベッドルームで2バスルーム、借りるとすれば100万円は優に超えるとされます。現在のアパートの契約更新が11月ということもあって、引っ越しは確定的と見る向きもあるようです。さらに引っ越し先とされる物件は前の所有者が計算の修了したフォーダム大ロースクール幹部で、現在のオーナーの妻がニューヨーク州最高裁の職員。それぞれ小室夫妻との関与などを否定していますが、ニューヨークの放送が関係している点について偶然の一致とは思えないとの見方が強くあるようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。
よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。